君のパートナーってどのポケモンだっけ？今回のサポートセットを選んでね。どの応援が好み？それじゃよろしくね。私はいつも感覚で決めてるけどね。ラウンド1。自分のポケモンを信じて頑張ってみて。Oh!
てね。地道にガードしていこう。もう共鳴ゲージは満タンだよ。ガードしている相手には掴み攻撃だよ。サポートのことを忘れてない？困ったら助けてもらおう。ここは慎重になった方がいいよ。バーストしてきた。何度もやり尽くして。オンラインバトルではまだ見ぬ強者が君を待ってるよ。私のマニューラー知らない？またどっかで寝て。
君のパートナーってどのポケモンだっけ？今回のサポートペットを選んでね。どの応援が好み？オッケー。よろしくね。
君のパートナーってどのポケモンだっけ？今回のサポートペットを選んでね。どの応援が好みかな。楽しいバトルになるといいね。次のラウンドはいただいちゃおう。バトル前ってワクワクするよね。相手はラウンド1相手はスピードが速いけど動きはしっかりと見極めることが大事だよ。共鳴ゲージが上昇したよ。相手のサポートゲージが増加したよ。これだけリードしていれば大丈夫。このまま押し切っちゃう。サポートってどこで呼び出すか迷うのか。かっこよく決められたね。次のラウンドも楽しんでいこう。さあ、サブラウンド2このラウンドももらっちゃおう。フィールドに大きなエネルギーが発生してるよ。共鳴ゲージ共鳴ゲージ増加。今ならバーストできるよ。よし、サポートを呼べるよ。よし、もらったスキルポイントはマイタウンのポケモンじゃ。始まるよ。張り切っていこう。ラウンド1このバトルリングは広いね。うまく広さを生かせるといいかも。共鳴ゲージが上昇したよ。
しかたまるよ。よし、サポートを呼べるよ。パワーアップしている今がチャンス。相手の共鳴ゲージが増加したよ。体力はリーダーでいるけど油断はしないでね。試合時間が半分を過ぎたよ。エネルギーを取ると共鳴ゲージがたまるよ。共鳴ゲージ簡単。今ならバーストできるよ。残り時間が少なくなってきたよ。ポケモンを選んでね。私はいつも感覚で決めてるけどね。
一番だよね。よし、
今日はどで行く？私はいつも感覚で決めてるけどね。
弟のことを忘れてない？困ったら助けてもらおう。
このラウンドももらっちゃおう。バトルするポケモンを選んでね。今回のサポートセットを選んでね。応援スキルは何ですか？楽しんでいきましょう。A new challenger.応援スキルは何ですか？
どんな相手で戦えるかな。次のラウンドはいただいちゃおう。バトル前ってワクワクするよね。相手はラウンド1バランスがいい相手のことから自分のペースに持っていっちゃおう。今の攻撃は避けづらいからガードしてもいいよ。どうしようピン
わ。切っちゃう。透明ゲージはまだ半分か。
いい感じで勝てたね。次も同じサポートで行く？ラウンド2。バトルを楽しむことが大事だよ。上昇したよ。エネルギーを取ると透明ゲージが上がるよ。